明日私とあなたとタケルで家族旅行しない？宛先間違えてません？合ってるわよ、嫁のあなたを誘ってるの。極悪非道なお母さんが私を家族旅行に誘ったったと？なんてこと言うのよ、私とあなたの仲じゃない？だから言ってるんですけどね、いつもサルカニ合戦みたいな戦い繰り広げてるじゃないですか。え？っていう冗談は置いといて、明日って急すぎません？ずっと行きたかった旅館がたまたま空いてたのよ、お正月だから。タケルも休みでしょ？いや、絶対何か企んでますよね。いつも親子水入らずでが口癖なのに、私を誘うとか。心からの善意で誘ってるのに、なんで意地悪言うの？自分の胸に聞いてください。え？嫁いびり辞典なんてものがあったら、お母さんはあーからわーまで制覇してるんですよ。信用しろって方が無理でしょ。何よその例え。挨拶無視、いきなり踏まれる、嘘の噂流される、エアコン使うなって言われる、お菓子を盗まれる。本当にあいうえおじゃない。自分で言っといてあれですけど、あ、マジでわまであるわこれ。そんなもの数えるぐらいなら、嫁らしい態度取ったらどうなの？例えば？まず姑に逆らわない、人生の先輩である私を見習うことね。まず姑に逆らわない。真似しろとは言ってない。わかりました、見習えばいいんですね。そうよ、最初からそうしなさい。じゃあ早速タケルからお小遣いもらって、毎日どこかに遊びに出かけることにします。嫌味だけは一丁前ね。お母さんには負けますよ。あなたみたいな残念な人と結婚したタケルがかわいそう。きっと毎日後悔してるわ。うわぁ、ある意味両思い。どういう意味よ。ってことで私行きませんからね。喜んで留守番しておくので、親子二人きりでお楽しみください。なんでそんなに強情なの。私に誘われたことを素直に喜べないわけ？だって温泉で服隠されそうだし、私だけご飯出なさそうですもん。そんなわけないでしょ。お母さんが優しい時はだいたいろくでもないことが起きます。考えすぎよ、もう二部屋取っちゃってるし、いいわよね。本気で行くんですか？だからそう言ってるでしょ。日本は終わりだ、きっと降ってくるぞ、ロンギネスの槍が。わけわかんないこと言ってないで、予定調整しなさいよ。行くかどうかは夫と相談しておきますね。私はタケルに許可取ってるけど。出た、ピーナッツ親子め。どういう意味？仲がいいですねって意味です。あら、そう、じゃあそういうことでね。あ、はいはい。私はリサ、使徒第61号、ではなくて61歳の姑と戦いながら在宅勤務をしている31歳です。義父が亡くなったのをきっかけに義母と同居を始めてからというもの、悪気はないのよって言いながら、まあ一通りやってくれましたよ。最初は作った料理を捨てられましたし、私の洗濯物は地面に落とされ踏まれ、他にもパソコンに水をこぼすとか。夫は気が弱いので現場ではほぼ空気。春が来たら離婚しようかなとうっすら考えているところですが、親は悲しむだろうな。今回の旅行については夫から行き先を聞いて、運転手が必須の場所だと気づきました。じゃなきゃ私を誘うわけないもんな。なんてったってど田舎ですから、最寄りの駅まで山を越えねばなりません。本当は一人で快適に留守番したいけど、私が運転しないなら結局義母は家にいるわけですからね。どうせ一緒ならば温泉とやらを楽しんでやろうじゃないですか。姑よ、かかってこい。なんて思っていた私もアホでした。この後とんでもない目に遭い、私の堪忍袋の尾がついに切れるのです。翌日、私を遠くの自販機に走らせたのはわざとですね。何のことかしら。青い自販機は見つかったの？ええ、すぐに。さっき戻ってきたところです。ずいぶん早いのね、もっとかかるかと思ったわ。続けてチェックインしようと思ったら、
私の部屋は予約されてないとフロントで止められました。これは一体どういう了見でしょう。もう少し経ってからネタバラシしたかったわ。やっぱりわざとなんですね。ええ、そうよ。あなたが自販機を探してる間に二人でチェックインしたわ。それが冬道を3時間も運転した嫁に対する仕打ちですか。私は家族旅行しないって言ったの。嫁は家族じゃないし、旅館の部屋がないのは当たり前でしょ。なるほどね。予想の斜め上を行くクソババアだわ。私を恨む前に自分の日頃の行いを悔やむのね。巨大ブーメラン飛んでったぞ。何？何でもないです。はあ、まんまと騙された自分にも腹立つ。邪魔ないわね。さすがにショックです。もう疲れました。私実家帰りますね。何言ってるの。ダメよ、近くにいなさい。はい。宿なしの私にどうしろと。知らないわよ。でも帰るのは許さないわ。明日の帰りのことがあるでしょ。私にこんなことしておいて帰りも送り届けてもらおうなんてどんだけずうずうしいんですか。そうやって口を返してくるからこんな目に遭うのよ。タケルは今の状況を知ってるんでしょうか。もちろんよ。私と同じように帰るのは許さないって言ってるわ。やっぱり貴様もか、ブルータス。誰よそれ。世界一有名な裏切り者です。あなたの話はいつも意味不明ね。私はお母さんの姑根性の方が理解不能です。タケルから伝言よ。明日も運転手なんだから車で寝な、暖房は使うなよ、ですって。はあ？ガソリン代がもったいないし、そもそもここの駐車場アイドリングストップ厳禁だって。どういうこと？ずっとエンジン吹かしてたらいいの？あ、間違えただけよ。揚げ足取るのはやめなさい。わかってます。だから帰るっつってんじゃん。旅館にとっても迷惑でしょ。じゃあ明日の私たちはどうするのよ。駅まで電車あるし、その後はタクシーでも何でも使って帰りゃいいじゃん。今正月中よ。タクシーは休みでしょ。マジで？田舎すげえ。だからあなたにいなさいって言ってるの。何も外で寝ろってんじゃないんだから、別にいいじゃない。気遣ったふりをしても私の鼻はごまかせませんよ。嫁いびりの匂いがプンプンするぜ。旅行のお金を出したのは私なの。文句言うなってタケルも言ってるわ。はいはい、ピーナッツピーナッツ。そうよ、私たちは仲良し親子。負け惜しみはやめてね。好きに言ってください。運転疲れたんでこの辺で。あら、そう。じゃあお言葉に甘えてこっちもゆっくりするわ。さらに翌日。あんたどこにいるの。ここでクイズ。私はどこでしょう。まさか帰ってないでしょうね。ファイナルアンサー。ふざけてないで早く車回してきなさい。いつまで外で待たせる気。せっかく正解なのに乗り悪。は？もう車で帰宅したので4時間歩いて帰ってください。冗談でしょ。駅から歩いたらそのぐらいで済みますよ多分。本気で言ってるの？冬の山越え頑張って。ここの寒空の中歩けっていうの？私たちに死ねってこと？暖房のない車内で一晩過ごせって言ったあんたらに言われたくないわ。ああ言えばこういう女ね。今なら全部許してあげるから早く戻ってきなさい。無理。運転手の役割を果たさないならそもそもあんたなんか誘わなかったわ。ほー、今の発言マイナス1ポイントね。何よ、謝ればいいの。いや、とっくに100億ポイント貯まってるから挽回は無理。ふざけないで。まあまあ落ち着いて、全部冗談ですから。なんだ、やっぱりそうなのね。びっくりさせないでちょうだい。ちゃんと迎えは他の人にお願いしてあります。え、あんたが来るんじゃないの。私はもう実家に着くところなので代役です。あ、誰？三軒隣の田中さんですよ。ドーリンって呼ぶ間柄でしたよね。嘘、
なんで知ってるの？お礼は不要ですよ。ちょっと待ちなさい。え？田中さんに何て言ったの？大切な彼女が旅行先で帰ることができなくて困ってるんで、迎えに行ってあげてくださいって。そう、誰にも聞かれてないといいけど。他人には聞かれてませんが、奥様しかいらっしゃらなかったのでやむを得ず伝言しました。一番知られちゃダメな人の耳に入っちゃってるじゃないの。でも一つだけ不安要素が。一個どころじゃない。私、旅館の名前忘れちゃってて、旅行代は旦那さんが払ってくれたみたいなので、行き先はご存知かとって伝えることしかできなくて。無事に来てくれますかね？来るわけないでしょ。でもきっと大丈夫ですよ。お父さんが亡くなった直後から長い付き合いじゃないですか。どこまで知ってるの？というと？田中さんと私のことよ。誰から聞いたか言いなさい。ご近所中の噂でした。田中さんの奥さんの目を盗んで、毎日毎日通ってたらバレますって。なんてこと？田中さんの奥さん、ご両親の介護で日中はご実家戻ってたんですってね。そうよ。もうちょっとでその遺産が私の元に来るはずだったの。何寝ぼけたこと言ってんですか？あんたのせいで全部パーよ。いやいやいや、田中さんの奥さんのご両親ですよ。お母さんどころかダーリンにすら一銭も渡りませんって。は？本当なの？遺産は実子にしか行かないし、夫婦の共有財産にはなりません。騙された。お金が入らないならあんな男に用はないわ。もう遅いですけどね。どういうことよ。長年の浮気は事実なので慰謝料請求されると思います。私が？バカじゃないの。証拠もないし払わないわよ。知ってます？田中さん家から見える夕日、すっごい綺麗なんですよ。知ってるわよ。それがどうしたの？田中さんの奥さん、いつも暗くなってからしか帰ってこないじゃないですか。そうね。だからその夕日を見てほしくて、お別れの挨拶のついでにたくさん写真置いてきたんです。それがたまに誰かが出入りしてるところ写っちゃってるんですけど、逆に田舎っぽくてエモいというか。なあ、動揺してます？やってくれたわね。誰もお母さんが写ってたなんて言ってないんですけど。ご近所になんて説明すればいいのよ。もうあの土地で生きていけないわ。ご心配無用です。事情は話しておきましたんで。あんたはどこまで私をコケにすれば気が済むの？え、悪気はないんですよ。心からの善意です。わかったわ。悪かったわよ。謝るから迎えにだけは来てちょうだい。ここまで来て行くわけないでしょ。お願いよ。もう旅館はチェックアウトしたし、タケルも寒がっててかわいそう。近々他人になるんでお構いなく。なんですって？ついでに私が買った車なんだから言うこと聞いておとなしく歩けって言っといてください。そんな、お願い、迎えに来て。でも降らなくてよかったですね。何が？雪？ロンギヌス。なんなのよそれ。タケルに聞いてみてください。ではごきげんよう。待って、お願い話聞いて。後日談。その後、義母から話がいったのか、夫から謝罪メッセージがありましたが、今さら全部遅いので、慰謝料なしを条件にさっさと離婚。稼ぎは私の方が圧倒的にいいので、そのうち親子で路頭に迷うでしょう。当然ですが、あの後田中さんは現れず、2人は本当に冬の峠を5キロほど歩いて帰宅したそうですよ。ヘロヘロで帰宅したところに待っていたのは、田中さんの奥様とご近所の皆様。義母は慰謝料請求の宣告を受け、顔面蒼白だったそうです。最後に見たかったな。これはお隣さんからの情報ですが、帰宅した直後、家の中から義母の大きな悲鳴が聞こえたそうで、そういえば荷物をまとめた時、間違えて麦茶専用のペットボトルにめんつゆの水割りを作ってしまったような気がしますが、まあいっか。ささやかな復讐で済ますつもりが、
思った以上に大きな収穫がありました。実を言うと、私の職業は作家なんです。鬼ババアの実録本なんてものがひっそり出版されていたら、作者は私かもしれません。